京大部は、朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家。1925年、京尚南道片城に生まれる、立教大学余科を卒業、学徒出陣して、日本軍に入隊。第二次世界大戦終戦後は、南朝鮮国防警備隊に入隊し、後はじめ一しの感化を受けて、熱心な南道党員となり表部元ともに、第八連隊に赴任して、 第2大隊長。1949年5月4日、第1大隊長の表武元が越北すると翌5日に、連隊から北の保安隊を撃退するという命令を受けたと、偽り、大隊を率いて越北する。霊下の第8中隊が帰還し、他の中隊も50人から60人が脱出したため、越北した兵士は150人であった。 先に越北した兵と一緒に、義挙越北の英雄として歓迎され、平壌学院で再教育を受け、朝鮮戦争開戦時は、第766連隊、第200大隊長。後に、第104治安連隊長として、馬山方面に進出した。1951年、捕虜収容所に講師として派遣され、捕虜の思想教育を行った。1952年、 第二十二旅団大隊長。その後は副師団長などを歴任し、休戦直後に少々に昇進した。出身が問題となって左遷されたが1977年に、金正日の指示で、両行動人民委員会副委員長。1977年、軍に復帰して、その後中将に昇進した。祖国解放戦争勝利記念館の講師として、活動し、体制に寄与した功績で、 近日成勲章と祖国統一章を授与された。ありがとうございます。